親の心身の状態を簡単にチェックできれば便利だな、そう思ったことはありませんか？親ケア .com 介護アドバイザーの横井浩二です。親ケア .com 公式チャンネル、日本一わかりやすい介護講座、始まりました。今回のテーマはこちら、保存版基本チェックリストで聞かれる全25項目をまとめてチェックです。この基本チェックリストというもの、介護保険の様々なサービスを利用するときに受けるテスト、要介護認定というものがあります。全部で74項目、こちらについて詳しい解説動画別で出しております。必要な方はそちらを見てください。この基本チェックリストというのは、その介護保険よりも少し手前、総合事業というものを利用するときに受けるテストです。まだ比較的軽い方、大きな問題にまだなる直前ぐらいの方ですね、そうした方々が利用するものです。全部で25項目、いざテストを受けるときに慌てなくて済むように、あらかじめこの動画見ておいていただけると良いかと思います。そしてこの基本チェックリスト、総合事業を利用するときのためだけじゃなくて、他にも便利な部分があるんですね。親に最近の調子はどうだろう、変わったことないか、体調は大丈夫か、子供からいろんな質問する場面があると思うんですが、多くの場合親は大丈夫だ、問題はないといった形ではぐらかすことが多いんですね。そんな中、国が定めた明確な基準で親の心身の状態をチェックすることができる、非常に簡単な内容なので、ご家庭で10分もあったら十分にチェックいただけると思うんですね。ぜひうまく活用していただければと思います。この動画を最後まで見ると、どんな項目があるのか、その狙いは何なのかという部分よくわかるようになっております。ぜひ最後までご覧ください。最後まで見てよかったと思う方、ぜひグッドボタン、高評価ボタンの方もお願いします。そしてこの親ケア .com 公式チャンネルでは、他にも介護の役に立つ動画をどんどん出しています。ぜひチャンネル登録の方もお願いします。それでは早速今回の講座をスタートしていきましょう。どうぞ。親の心身の状態、どうやって把握すればいいんでしょうか？介護セミナーが終わった後、あるいはツイッターの DM などでよく聞かれる質問の一つです。実家に電話をかけたり、あるいは実家に帰省した時に親に最近の様子を聞いてみる。子供としては当然心配だから、いろんな質問をしますよね。何を聞いても大丈夫だって言われてしまう。親に主治医がいればその人に話を聞くことができるかもしれない。でもそういった特別な存在がいない、誰に聞いていいかわからない、そんな方々におすすめの親の生活機能を簡単に調べる方法についてご紹介していきたいと思います。そちらの名前、基本チェックリストと言います。これどういうものかというと、地域包括支援センターという介護の公的な相談所で相談をするときに、高齢者の生活機能がどの程度あるのか弱っているのかを調べる、把握するのに使用されるツールということになっています。全国一律で同じものが使われているんですね。65歳以上の高齢者が自分の生活や健康状態を振り返り、心身の機能で衰えているところがないかどうかをチェックするためのものとなっています。チェック項目は全部で25個、一つ一つの内容はすごく簡単なんですね。10分もあればおそらく家族でもチェックすることができる、家族で親の様子をチェックするのに使えるんじゃないかと私考えています。介護保険のサービスを利用したい場合は、要介護認定というものを受ける必要があります。でもそこまで行っていない、ちょっと軽めのプチ介護的なサービスを利用したい、そうした場合、総合事業と言われるものを利用することになるんですが、こちらを利用する際の基準を決めるのが基本チェックリストなんですね。要介護レベルが重たい人は介護保険、軽い人は総合事業ということになっています。基本チェックリストは要介護認定に比べると非常にシンプルな内容となっています。この基本チェックリスト、大きく7つのカテゴリーに分かれています。まず日常生活関連動作について、次運動器の機能について、その次が低用状態かどうかについて、口腔機能について、閉じこもりについて、認知症について、最後うつについて、
幅広いカテゴリーに分かれていることで、親の心身の状態についても幅広く確認することができるようになっているんですね。で、ここから一つ一つどんな質問25問あるのか、一つ一つ確認していきたいと思います。まずは日常生活関連動作について、普段の生活がどの程度できるのかといった感じですね。まず91、バスや電車で一人で外出していますか？付き添いなしで一人で乗り物に乗れるかって感じですね。はいが0点、いいえが1点。通院とか買い物とか目的は特に問いません。92、日用品の買い物をしていますか？はいが0点、いいえが1点です。一人でお金を払ったり、お釣りをもらったり、買い物ってのは単に体を使うだけじゃなくて頭も結構使ったりしますよね。そのあたりがちゃんとできているかどうか。93、預貯金の出し入れをしていますか？はいが0点、いいえが1点です。自立した生活を送るためには当然にしてお金の管理が必要になるわけですね。そのあたりがちゃんとできているかどうか。94、友人の家を訪ねていますか？まあ、コロナの問題とかがあって今ちょっとこれはどうなのかという部分があるんですけども、まあ、そうした活動、誰かと会って会話するようなことをやっているかどうかですね。はいが0点、いいえが1点。他人との交流ってのは心身の健康にとって非常に重要なんですね。95です。家族や友人の相談に乗っていますか？はいが0点、いいえが1点です。そもそもなんですが、心身が弱った調子が悪そうな人に相談乗ってもらおうってあんまり考えないですよね。この人はしっかりした人だ、元気そうだ、そう思うから相談持ちかけるんじゃないかと思うんです。次、カテゴリーの2つ目、運動器の機能について見ていきましょう。こちらについては都合5問、質問があるんですが、この5問の合計が3点以上の場合、それだけで運動機能の低下が見られると判定することになっています。96、階段を手すりや壁を伝わらずに登っていますか？はいが0点、いいえが1点です。まあ、安全を考えると手すりを使った方がいい場合もあると思うんです。無理しすぎるのは禁物なんですが、まあ、足腰が結構しっかりしてるかどうかですね。そういったバロメーターになっています。97、椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がっていますか？はいが0点、いいえが1点です。よいしょって声をかけるぐらいなら、まあセーフという感じですね。98、15分ぐらい続けて歩いていますか？はいが0点、いいえが1点。歩くのは認知症予防にもすごく効果が高いんですね。とにかく、まあ、ある程度の時間続けて歩くこと、有酸素運動することはすごく体のためにも心のためにも良いんだということを覚えておいていただきたいです。9の9つ目ですね。この1年間に転んだことがありますか？はいが1点、いいえが0点です。転ぶ、転倒するというのは、まあその間しばらく休みますよね。ベッドの上で寝た状態が続くこともよくある。結果として筋肉が衰えてしまって、そのまま寝たきりになってしまうというリスクも非常に高いんですね。ある程度年を取ってからの転倒っていうのはすごく気をつけなきゃいけないポイントになってきます。9の10個目ですね。転倒に対する不安は大きいですか？まあ、1回転んだ人ってのは大体こう2回目も嫌だって言って怖がっちゃうことが多いですね。はいが1点、いいえが0点なんですけども、こうした恐怖心が強くなると外に出かけることや歩くこと自体を嫌がるようになってしまう。結果として筋力、体力がより落ちていってしまうということにもつながりかねません。次、基本チェックリストのカテゴリー3つ目ですね、低栄養状態かどうかについて見ていきましょう。こちら2つ質問があるんですが、その2つとも該当する場合、低栄養状態と見られると判定します。9、11、6ヶ月で 2,3 キロ以上の体重減少がありましたか？こちらでははいが1点です。今までとちょっとひっくり返るので気をつけていただきたいんですが、はいが1点、いいえが0点。
年を取ってから急激に体重が減るってのは体のどっかに不調があるんじゃないかといった危険信号として捉えられます。 9-12 BMI は 18.5 未満ですか。 BMI というのは体重を身長×身長で割ったものになっています。ハイが1点、イエが0点、こちらも年をとって痩せすぎてるっていうのはよろしくないということで、ちょっとふっくらぐらいがちょうどいいんですね。70歳以上の目標 BMI は 21.5 から 24.9 とされています。カテゴリーの4つ目、口腔機能についてです。こちら都合3つ質問があるんですが、そのうち2つが該当する場合、それだけで口腔機能が低下してると見られます。9-13 半年前に比べて硬いものが食べにくくなりましたか。はいが1点、いいえが0点です。しっかり噛んで食べることができないと栄養状態も悪化しやすいんですよね。人間の体というのは言うまでもなく、口から食べたり飲んだりしているもので出来上がっているわけです。しっかり栄養が取れないっていうのはそれだけ弱ってしまうということに直結するわけです。9-14お茶や汁物などでむせることがありますか。はいが1点、いいえが0点。いわゆる嚥下、噛んで飲み込むという力が年とともに衰えてくることがよくあります。結果としてむせてしまって気管支変な方に入ってしまった。で、結果として誤嚥性肺炎っていうんですけども、肺炎になってしまうことがあったりします。肺炎というのはお年寄りが亡くなる理由で3位に入っている非常に怖い病気なんですね。それを避ける意味でとろみ剤というものを入れて、飲み物をむせにくくすると、そういった対策をすることもあります。 9-15 口の乾きが気になりますか。はいが1点、いいえが0点。年を取るとともに唾液の分泌量が減ってしまうというのもよくあることなんですね。結果としてまた喉が渇いた、さっきお茶飲んだばっかりのようにまた飲んでるみたいなことが起きたりします。水分の補給自体がダメというわけじゃないけども、あまり頻繁にあるんだったら体のどっか調子がおかしいんじゃないか、唾液が出づらいんじゃないかというふうに、気にかける必要があるかもしれません。基本チェックリスト5つ目のカテゴリー、閉じこもりについて見ていきましょう。こちら、9-16 こちらに該当する場合は閉じこもり傾向にあると判定します。9-17もう一つ質問があるんですが、16-17両方に該当する場合はかなり閉じこもり傾向にある、これは結構やばいという話になってきます。9-16週に1回以上は外出していますか。はいが0点、いいえが1点です。閉じこもり引きこもりっていうのは認知症にすごくなりやすいということが分かっています。やはり人間は社会的生き物とよく言われるんですが、誰かと対話する、しかもそれは家族じゃなくて第三者、他人と会話することによって脳が活性化するとも言われています。そしてそもそも外に出ないと足腰が弱っちゃうということにもつながりますよね。なるべく定期的に外に出かける癖はつけておきたいものです。9-17昨年と比べて外出の回数が減っていますか。はいが1点、いいえが0点です。もう外に出るのがとにかく面倒くさいな、嫌だなっていうのは心が弱ってる、体が弱ってきてる一つの表れかもしれないですよね。カテゴリーの6つ目、認知症についてです。こちら3つ質問があるんですね。そのうち1つでも該当する場合は認知機能の低下と見られる、こう判定されることになっています。9-18周りの人からいつも同じことを聞くなどの物忘れがあると言われますか。はいが1点、いいえが0点です。これ自分では物忘れがひどいんだよねそう言ってるけど、周りからいやそんなことないよ、大した問題じゃないよってずっと言われてる場合は、これは該当しない感じになります。でもそもそも記憶障害っていうのは皆様ご存知と思いますが、認知症の代表的な症状ですよね。あまりにしょっちゅう物忘れのことを指摘されるようだったら、これはちょっと怪しいのかな、そういった判断になってきます。9-19自分で電話番号を調べて電話をかけることをしていますか。
ハイが0点、イエが1点。これはちょっと微妙な質問だなって個人的には思うんですね。スマホであったり、LINE であったり、もうみんなわざわざ電話番号調べてかけるってめったにしないようになってると思うんですよ。これは親世代じゃなくて子世代、孫世代でも共通することじゃないかと思うので、いずれまあこの質問項目は別のものに差し替わるんじゃないかとも思うんですが、現時点では、こちら9、19も一つの判断基準ということになっています。9、20。今日が何月何日かわからない時がありますか？はいが1点、いいえが0点です。認知症の症状としては嫌悪式障害とよく言われるものなんですが、今が何時何分なのか、今日が何月何日なのか、今どんな場所にいるのか、目の前にいるのは何者なのか、そうしたいろんなものがわからなくなっちゃう、判断がつかなくなるということを嫌悪式障害と言います。こうした症状が目立つようだったら、これはだいぶ危ないなとなってくるわけですね。最後のカテゴリー7つ目です。うつについて、こちら5つ質問があるんですが、2つ該当する場合はうつの可能性があると判定します。ここ2週間毎日の生活に充実感がない。はいが1点、いいえが0点。なんとなく憂鬱な、なんかしょんぼりした感じで暮らしてる。922。ここ2週間これまで楽しんでやれていたことが楽しめなくなった。はいが1点、いいえが0点。まあ趣味の活動であったり、友達と会うであったり、ちょっとしたお散歩行くであったり、本人が毎日楽しんでたことが楽しめなくなってくる。何やってもいまいちこうパッとしないなって感じですね。923。ここ2週間以前は楽にできていたことが今では億劫に感じられる。はいが1点、いいえが0点。まあ、着替えるとかお風呂入るとかご飯食べるとか、こういったごく当たり前の日常生活でも面倒くさくなって、ついつい不潔になったりとかいうこともよくありますね。924。ここ2週間自分が役に立つ人間だと思えない。はいが1点、いいえが0点。どうせ私なんかとか、そんなことをよく言うようになってきたりしますね。自己肯定感が下がって、例えば家族の中で何か問題が起きた時に、どうせ私が悪いんだろみたいな言い方をするケースが増えてきます。925。ここ2週間わけもなく疲れたような感じがする。はいが1点、いいえが0点。明確に何らかの病気の結果疲れた感じがするのは別なんですけども、まあ、運動してるわけでもない、病気があるわけでもないけども、なんとなくだるい感じが抜けない、これはちょっと危ないぞとなってくるわけですね。都合25個の質問を見てきました。では判定結果について見ていきましょう。まず全体複数のカテゴリーにまたがっての結果になるんですが、全部で25まで買ったんですが、その途中9、1から20までの合計が10点以上の場合、複数の項目に支障があると見られるという判断になります。日常生活関連動作、このカテゴリー単体では特に判断することはありません。運動器のカテゴリーについては、9、6から10の合計が3点以上の場合、運動機能の低下が見られる。それ以外の項目が全て0点であったとしても、この運動器で3点入っただけでもう弱ってますねという判断になってくるわけですね。低栄養について、9、11から12の合計が2点、要は両方ともポイントが入った場合、低栄養状態と見られるという判断になります。日常生活関連動作については、さっきも言った通り単体での判定は行いません。続きです。口腔機能について、9、13から15の合計3つのうち2つにポイントが入った場合、口腔機能が低下している、このように見られます。閉じこもりについて、9、16の方に該当する、要はそちらでポイントが入ったら閉じこもり傾向にあるという判断になるんです。9、16、9、17両方に引っかかる場合は、特に閉じこもり傾向が強いという判断になってきますね。認知症については、9、18から20、3つの質問があったんですが、そのうち1つだけポイントが入っただけでも認知機能が低下していると、こう判断されます。うつについて、
比喩21から25、5つの中で2つポイントが入れば鬱の可能性がある、こういった判断になります。まあ、正月とかゴールデンウィークとかお盆とか、こういった帰省するタイミングなどが一番ベストかなと思うんですね。もしそれが難しい場合、まあ、電話でちょっと簡単な質問があるよみたいにやりながら聞き出していくのがいいかもしれません。ぜひ活用してみてください。今回の動画はどうだったでしょうか。基本チェックリスト、どんなポイントがあるのかよくお分かりいただけたかと思います。積極的に活用して親の心身の状態を把握いただければ幸いです。次回の動画ではこの基本チェックリストをスマホやパソコンで簡単に調べることができる便利なツールについてご紹介をしていきたいと思います。ぜひまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。この動画が参考になったらいいねやチャンネル登録をお願いします。また、公式サイトには無料で役に立つ介護情報が満載。親ケアで検索してください。